来ましたよ。今日はね、初ですね、平和堂の中です。はい、中の飲食店。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。滋賀県へおいでやす。どうも、ミスター京都アキです。本日は石山駅前の平和堂までやってきたぞ。はい、本当に今日はね、ここ初潜入になるんですけど、以前ね、あの大津の駅前の鳥楽さんへ撮影行った時に、こちらの平和堂の中のむちゃくちゃ美味しくて評判のいい粉もん岡ちゃんの店主さんからですね、ぜひうちも撮影してほしいっていうふうに言われましたんで、今日は乗り込んできたぞ。はい、乗り込んできた。ほんで僕ね、ちょくちょくこの平和堂来てるんですけど、むちゃくちゃ美味しそうだなと思っていつも見てたんですよ。はい、ということで本日は石山駅前の平和堂の粉もん岡ちゃんに乗り込みたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴールド、行ってきます。はい、ということでやってきましたよ、石山駅前の、平和堂さんですね。オープニングはね、あの裏の駐車場から撮ったんですけど、こちらも JR の石山駅から徒歩2分ぐらいのところで、はい、こちらなんですけども、この入り口から入ったらすぐです。もう入ったところ、入ったところにあるんですけど、粉もん岡ちゃん、あのたこ焼きとかのね、京風のたこ焼きで、はい、非常に美味しいっていうふうに聞いてます。いやー、ここはね、お酒もあるんですよね。嬉しいですね、やっぱこんなもん言ったら酒が飲みたくなるんで、はい。こちらね、岡ちゃんさんの前のフードコート、ここで食べれます。入り口にもね、外であのテラス席ありますんで、よかったら外でも食べれますんで、よろしくお願いします。来ましたよ。ということで石山駅前の粉もん岡ちゃんさんからお届けさせていただきます。ほんで今日はこの平和堂前のテラス席、はい、外で食べてますけど、もう中ちょっといっぱいなんですよね。なんでこれ、早速焼きました。たこ焼きと巨大唐揚げですね。これがもう、まあ、人気商品なんですけど、この後まだお好み焼きと焼きそばも来ますんで、よろしくお願いします。とりあえずね、行くぞ。フードコートで生ビールがいただけるのもありがたいですよね。いただきます。最高です。
いや、揚げたてのね、唐揚げと、ほんでこちらがね、人気の京風たこ焼きですよ。京風なんですよこれ。いや、一個がかなりでかいですよ。ネギとカツオもてんこ盛り、これ。うわ、まあそうです、焼きたて。うまい。何これ、外カリカリで中トロトロもちもち、ほんでタコがごついで、うまい。ネギもカツオも大量で遠慮なくかかってるから、これはね、食べ応えあるし、ビールにも合うし、うん、うん、うまい。最高やな。外で食うたらもううまさ倍増すんな、うん、で唐揚げいくわ。唐揚げもまた一つ一つがでかいですよこれね。これあっこ、サクサクやな。サクサクでね、肉も結構ごついのが入っててね、もう超ジューシーな、もうこれこそもう肉がもうそのまま入ってるぞ的な、もうサクサクもちもちで、ね、うまいわ。うまっ。来ましたよ。続きましてね、スジのお好み焼きですね。フードコートでスジのお好みがいただけるって嬉しいですね。はい、見てください。わあ、もう芸術作品ですね。もうマヨネーズが合うタイプのお好み焼きですね。ああ、切っていくぞ。どんなになってんのやろ。もうこのお店大人気ですよ、ほんまに。もう今夜もね、祭りがあってね、もう祭りのお好みとたこ焼きを大量に作られてて、いや、むっちゃうまそうでしたね。そんなお好み、あ、筋やけど豚も入ってて、これ豚も入ってる、これ大きい豚が、これ。ああ、いやー、見て、筋もこれ、これごっつい筋が入ってるね、これ。ちょっとびっくりしましたね。じゃあ食らっていこうか。おー、もちもちやな、これ。もうずっしり重たいです。熱っ、熱っ、熱っ。じゃあ行くわ、男食いで。よいしょ、いただきます。うん、うまい。ふわふわのお好み焼きですね。うん、練り込み式のお好みで、筋と豚の旨味がね、もう中にしっかり閉じ込められて、キャベツも細かく切られたのが大量に入って、うまいわ。うん、こんな豚、巨大豚入ってます。筋もね、味付けされてますね。甘辛く炊いた筋が入ってます。うん、あ、最後うまい。このね、筋のお好みは新感覚ですね。肉大量やしね、トロトロやしね。あ、雨降ってきた。避難しようでよかった。雨降ってきた。いや、ほんまここまでトロトロのお好み焼きってあんまり食べたことないね。うん、これうまいわ。そしたら最後は焼きそば、焼きそばで締めます。もうやばかった、もう大雨、逃げてきたんですよ、端っこに。端っこに逃げてきてよかったこれ。焼きそば、あー、結構もやしとか入ってて、麺が太麺ですね。麺が太麺、豚も結構ごっついの入ってて、これも、うわー、うまそう。これはうまそうやわ。食らっていきます。うまそう。カツオもたっぷりで、豚もでかい。これまず豚いこう。あー、美味しいわ。ソースと一緒に焼いた豚うまいわ。
行くぞ、いっぱい行くぜ。もちもち、この太麺がむちゃくちゃうまいわ。でソースも独特な濃厚なソースで、いや具材もたっぷりでこれうまいで、いやこれやっぱちょっともやし入ってると美味しいね。こういうやつとかは昔ながらね、その昔フードコートでいただいた系の焼きそばをさらに進化されたようなそんな感じで、うん、うまっ。なんかうまいからどんどん食えるわ。はい、ということでごちそうさまでした。いやー昼間からいいですね。こうやって気楽にね、スーパーに買い物来た後にでも気楽に飲んで美味しい粉物を食べていっぱい飲めるってほんまにありがたいですね。ほんでここの粉物おかちゃんはね、もう粉物全般美味しくて、もう全メニュー焼きそば、お好み、たこ焼き揃ってますんでね、あと唐揚げとかもあるんで、いや皆さんちょい飲み使いとかでも利用されてみてはいかがでしょうか。はい、もちろんあの昼ご飯、晩ご飯、テイクアウト、はい、できますんで、皆さんぜひね、粉物おかちゃんさん石山駅前の平和堂の中にありますんで、皆さん食べに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いしまーす。ありがとうございました。ありがとうございました。最高。